柴田勝利天正11年5月12日は、安土桃山時代の武将。柴田勝家の養子とも実子ともされる人物で、通称は権六。勝家の嫡子であったという見方もある。忌名については、勝久ともされる。江戸時代に、旗本、柴田家から提出された家譜に基づいて編纂された、寛永書家系図伝及び、寛政十州書家譜によれば、勝家の養子で、通称、権六として、兄弟の先頭に掲載されている。寛政譜編纂時に提出された家譜では、幼名が、御国丸、通称が、健六郎で、勝利とも名乗ったという。養子説では、母は、勝家の妹とされる。実子とする見解もある。口述の通り、天正11年に16歳で没したとするならば、永禄11年生まれとなる。天正9年に、北の省を訪問したルイス・フロイスが、人々が、勝家を、上様と称し、勝家の子を、殿様と呼んでいると伝えているが、和田康弘はこの勝家の子を、権六のこととしている。滝川一益の娘が妻になったとされる。和田康弘は、フロイスの書簡に、信長の娘が勝家の嫡子に嫁いだとあるのは、滝川一益の娘が信長の養女となったので、あろうとする。賤ヶ岳の戦いでは、突出した佐久間盛政を説得するために、勝家から派遣されたところ、秀吉軍の攻撃を受けて捕らえられたという。天正11年5月12日に切られ、16歳で没したという。寛政譜では、16歳で京都において自殺とあるが、時期の記載はない。橘宗茂に仕えた柴田勝春は、柴田勝家の縁者とされており、旧柳川藩士では勝春は、勝利の子であるとする。ただし、柳川藩士となった柴田家によれば、前右衛門勝春は、勝家の実子であると言い、落城時に乳母に抱かれて、筑後国に落ち延びたという。著名な勝家の肖像画は、柳川柴田家に伝わっていたもので、北の省籠城中に描かれた姿と伝承されている。柴田善右衛門という人物が、慶長5年の工場合戦に、小野鎮公の与力として出陣し戦死したことは一次資料で確認される。ありがとうございます。